麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。うわ、俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわっ、危ねえ。なんだ、帽子がどうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。嘘。信じがたいけど、雷を凍結させたもののような。この島、一体昨日のお菓子の嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ソロとブラックもいないぞ。どうするんだ、ルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック、おい、ブルゾーロー、ナミさん、ナミどこだ、ナミ。
感じ。この辺り無事でいてくれよ。この辺りみん。雷雲のない空から落雷。でも今はみん。この辺。本当か、チョッパー。ナミの匂い。俺たちよりさ、ナミさん。よし、行くぞ。道がねえ。ルフィ、反対側だ。よし、行くぞ。おっとっと。
なんださっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。急に襲いかかってきやがった。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ？よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。強いやつはいねえの。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待っ、あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。待て待てルフィ。あ、そうか。ナミさんはこっちだ。チョッパー。いや、払え。敵意はなさそうね。なんだ。待てウソップ。どうしたチョッパー。敵意はないけど食欲はあるみたいだ。え、いやー、ウソップ。ウソップ、ウソップ、待ってろ、今行く。うちのクルーに何してくれてんだ。バースコート。
これでみんな直せる。めまいが。よーし、まとめてかかってこい。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウェイ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる。間違いない。ここを登る。ナミさんはこの先だ。つかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミさんに手出しやがっ。なんだ。どけ、猿。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。コックに逆らうとどうなるか、教えてやる。用が打ち抜く。あなたたちの相手は私よ。
スフルール。グラップ。覚悟しろよ。あなたたち、覚悟はいいかしら？トレインタフルール。フリップ。覚悟しろよ。行くぞ。待ってろ。なめんじゃねえ。ナミ、そうね、この力があれば大事なもんだって守れる。俺がキャプテン。海の一流国は必要な力。俺が万能スーパー。うわー、ナミさん。ゾロ、ゾロ。おー、ルフィ、みんなも一緒。ああ、あと迷子のマリモ。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリ。喧嘩しとるバイクラ。ナミ、てめえクソゴリラ。今すぐナミ。ナミのか、ありがとう、助かるわ。おい、お前、おろしちまうぞ。ナミスワーン、これ受け取って。情けない姿を見せちまったな。ドスフルール。グラップ。サンダーボルト、ケンタ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィング。しちまうぞ。
ウルジャンブ、フランバージュシャット。これは気を抜けなそうな相手ね。ドスフルール。グラップ。まずいわね。任せて。いや。そこまで。これでどう？ありがとう。ナミさん。今なら納得のいく蹴りが。このキャプテン。今週の俺。ナミさん。無事でよか。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。ああどこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろ、フードバースター。にっけんって立て直すわよ。危ない、ジャンボーさん。
あの男は島に着いたのか。間もなく急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐに女の子がどこに行ったのかわからん。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、とん、ん？この岩、切るか。ここから島の奥に。よし、帽子。出発進行。ああ、行くぞお前ら。点在する遺跡の塔、その構造と配置。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。そうなのが出てきたな。こいつ強えな。くらえ。